続いては話したくない、うん、もうこれ終わるコーナーでございます。終わりなんですかこれは、ね、はい、もう終わりますからね、はい、あ、お二人が早くいいネタいい企画を作ってくれりゃよかったんだけどそうなってないからまだこれ惰性でやってっけど。いや、そのまあありますよ。だから今日もありますから。ね、はい、今日もプレゼンするやつ。頼むな。いやなスタッフだわ。最低のプロデューサーだわ。な、うん、机でさ、はい、テレビ見ながら書きゃいいんだろ、ノートにパパッと企画書いてこいよ、いっぱい100個200個。100個200個。ハゲ。ジジイ。否定はしないですけど、ね、ハゲとジジイは否定しないですけど、うん、給料泥棒は、いや泥棒ではないでしょ、なんだお前いや採用してるじゃないですか、それだって。おいムチ持ってこい、ムチ、ね、あるんですか誰もついてこないラジオネーム起きてるし、はい、石坂浩二さん、この問題金田一耕助ならどう解決するでしょうね。悲しい話したいけど流されてないだけだ、うん、話してるけど流されてないだけだから、話したくないっていう態度じゃないから、石坂さんは、平ちゃんはね、平ちゃんね、ラジオネームグドンナグドン、柳葉敏郎さん、もうアナルに入れたゴルフボール取っても大丈夫ですよ。悲しいダークはない。アナルから入れて、もう口まで来てんだよ、ね、口。アナルに入れたやつがもう口にもう出てんだからさ、取っても大丈夫だよ。いや、いい加減しろ、本当に。アナルからは入れてねえわ。ラジオネーム、弟子の正彦。ダニエル・ラドクリフ君、杖にうんこつけるなって監督によく怒られたらしいですね。悲しいだ待ち時間多いからねじゃないんだよ。いい加減しろ本当に。それ分かるけどってならないだろ、これもういい加減にしなさいよ本当に。全編下ネタじゃねえか。おい気がついた。おいよくよく気がついるよ。今日はちょっとね、勘弁してもらいたいです。もう1月も最後ですから。そうですね。もうお正月気分ラストじゃないですか。ラストね。もう1月はお正月ですから。ああ、なるほど。許してください、これぐらい。2月からその代わり真面目にやりますよ、だから。はい、いいでしょ？全然いいですよ。どうですか？今日、どうですか、お客さん？いや、でも、いつも。お母さん！それ下ネタだよ、それ。ジオネーム、センターエビス。はい、寺田心くん、さっきから食べてるのね、フリスクじゃなくてそれ人の歯ですよ。悲しいダークはない。お母さんが悪いだろ、それあげるなよそんなもんを。最初に分からしたのはね、お母さんですから。はい、以上話したくないでございました。